俺のケツになんか当たってるんですが当ててんのよ。カズマ、気をしっかり持ってくださいね。大丈夫です。落ち着いて落ち着いて。ご報告です。トールユーザーが2億人を突破しました。いい感じだね。ゲな男の子でしょ。おとかわいすぎ。おとこりゃ一人じゃ無理だな。悪い、手伝ってくれないか。男手が必要なんだけど。うちのこと、うちが男？違ったならごめん。ううん、男の子で合ってるよ。キャッキャッキャッ。うちいつも女の子扱いで。じゃあうちも恵むでいいよ。蒼太くん、名前で呼び合うのは男同士の友情の始まりないよ。ああ、男同士ね。ところで恵む、その制服は？お姉ちゃんがこの方が絶対可愛いって。なあ、ちょ、メドさん、そんな急に大胆。男の子。私マリアンデール、姫様の侍女をやってるの。どうぞよろしく。コンです。お風コン、こちらこそよろしく。おいお前、そいつ男、触ってもいいわよ。一瞬でも夢見た俺が。僕マヒロ君のことが好きなんだ。マヒロ君と合体したい。僕たちは男同士だよな。僕が好きになった人がたまたま男の人だっただけだもん。マヒロ君。あれ、ルーラー来てたの？ちょっとあなた、なんでそんな格好売って。昨日のルーラーの顔。たか知らなかったとはな。お名前は？ハト出て。あの、僕はじゃなくて、私はその男の子。徹底的な無駄毛処理、体型を隠す服選び、個性に合わせたナチュラルの子は最大限の努力をしてここに来たのですよ。原始圏へようこそ、ハト君。私だけのものになってほしいな。それどういう意味なのか本当に分かってる？何？な、葵ちゃん。いい加減にしなさい。葵ちゃんは可愛い、たとえ男でも。おさん、髪かわいい。弾があるんだよ。おい、背中かる。いやいや、お嬢さんじゃなくてお兄さん。しか、見かけお姉さん、おじょり姉さん。愛があれば、弾のありなしなんじゃ。別に些細なことだよ。分かってらっしゃる。さあ、行きましょうよ。どうして、僕が。ね、どっから来たの君ら。そっちで俺と飲まね。金あるからパーッとやろうぜ。いや、僕、私は飲めないんで。渚ちゃんさ、嘘ついてるよな。言う通りだよ、嘘ついてた。僕もね、この外見は子供の頃から仕方なくでさ。僕ごめんね。僕男だよ。またにせれば納得。何を、お前ら何また出てきてやがんだ。お兄ちゃん、この人たちは。お兄ちゃん、皆さん、お兄ちゃんをよろしくね。音がいるなら最初に言えよな。そうだそうだ、紹介しろ。お兄たま、俺の弟だ。すごろくひとしです。うわ、これはとんでもない美少女だ。その子男の子なのよ。問題ない。いや待て、こいつは女じゃなかった。いや、でもさっきは寝てるのに女声じゃ。
いやいやいや、忘れてるけどあくまで男。なんたるみずみずしさと滑らかさ。何してんすかヤジマッチ。いや別に何も。こんな面白そうなこと私を起こしてからにしてくださいよ。みんなおはようやよ。ん？仕方ないやよね。男の友情はこうやって深めるものやから。けだものめ。けだものです。ね、その人。いや、やっぱ俺一人だと言うのも気まずいかと思って。なあ太郎。言うの、こいつさ、実は辰吉です。こいつ成績いいんだ。これならユウノも男だって意識しなくて済むんじゃないか。おみょおみょみょおみょ。ああ、なるほど、そっかそっか。君がエミリア様の言ってた男の子なのね。エミリアが？にゃんも聞かされてないみたいだね。行こう、ビル。ラインハルト探したぜ。やっほー、スバルキュン。お前、にゃなんだスバル、彼とは知り合いだったのかい？彼？